沼津市。沼津市は、静岡県の東部、伊豆半島の付け根に位置する、人口約19万人の市。志光寺特例市。駿河湾に望む伊豆半島の付け根、足高山のふもとに位置する港町である。静岡県東部地域の中心都市であり、沼津都市圏を形成する。古来、東海道の陸路と海路をつなぐ交通拠点であり、江戸時代には、 沼津城が築かれ、東海道の宿場町として栄えるなど人、物、情報の交流拠点として、この地域の政治経済や商業、文化の中心的役割を担ってきた。気候が温暖であるほか、箱根、伊豆半島や富士山への観光拠点としても便利な立地条件でもあるため、保養地としても発達した。環境省が公開した富士山がある風景百選では、 市内6カ所が選定されている。明治時代から1969年にわたっては、政財界の著名人が別荘を建て、皇室もうまず御用邸を構えたために、海のある軽井沢とも称された。井上康史をはじめとする、文人牧閣書園の地でもある。水産業が盛んであり、アジの開きの紐、雑説の生産は仕事の統計が廃止される2005年まで、 日本一の規模であったほか、近年では新鮮な魚介類を求め沼津港を訪れる観光客が増加している。だがここ十数年間では、経済状況が悪化し、人口の減少が続いている。市街地からほど近いカヌキさんは、市民の憩いの場となっており、駿河湾に面した千本松原には、ゆかりの作家、芹沢光二郎や若山牧水らぬ文学費が、点在する。 なお、市街地を流れる狩野川は、静岡県を流れる一級河川の中で唯一北上する川である。富士市との間には浮島沼が広がっている。静岡県最長の 60km の海岸線は、砂浜からリアス式海岸まで変化に富み、それを生かしたレジャー、スポーツも盛んであり、大瀬崎は全国的に有名なダイビングスポットである。 駿河トラフ、南海トラフの北端の海溝の東端が、市の沖にあるため、深海魚のラブカや高足ガニ等の水揚げがある一方、プレート境界型の地震、東海地震の危険性が指摘されており、国、静岡県、周辺自治体と共に、地震対策、特に津波対策に力が入れられている。自主防災組織の活動も活発であるほか、自治体による、 防災設備の拡充にも力が注がれている。足高山は富士山と同じ清掃火山だったと言われる。噴火口は須藤川、大沢川の源流部、赤淵川の谷頭部と考えられており、いずれもすり鉢状の地形である。足高山は火山活動で噴出し玄武岩、安山岩であり、その上は厚さ10から15メートルの火山灰で形成された。 アシタカロウム層が、東部から南東部まで覆っている。箱根火山の噴火での火山灰による堆積や駿河湾、仮野川、木瀬川などの土砂の運搬、堆積作用により、沼津の平野部や千本浜が作られたと言われる。縄文時代に木瀬川が運んできた土砂が堆積して、平町、三枚橋、市場町、吉田町などの定地ができた。千本浜は海岸に、 富士川上流から運ばれてくる土砂が東に向かう、潮流に乗り、原、片浜、千本浜地区に堆積し砂丘になった。この砂丘で、足高山から流れてくる川がせき止められて、浮島沼ができた。く、倉山の南側から周東山を経て、太平山に至る山麓は、業海岩で構成されている。業海岩は柔らかく、耐熱性が高く、江浦石として認知されていた。 また、業海岸は火山灰が海中に堆積してできた岩なので、サメの化石も確認されている。要するに、数千年前まで海底にあったのが隆起したを物語っている。海岸は、我が入道、島里、西浦の大久保の花まで緩やかであるが、そこから急に出入りが多くリアス式海岸のようになっており、口屋は最も安入が深いところである。大瀬崎は、 西の浦の西端に突き出た1トルの岬があり、戸田地区の井田火山、ダルマ火山によってできた岬である。岬の先端には湧き水が出ている。西浦から西の浦に続く海岸は、発端竹火山、ダルマ山の裾野が陥没してできたものである。淡島も火山活動によってできた。静岡県は太平洋側気候の東海気候区に属している。特に、 沼津市は温暖内津半島に接していることから温暖で滅多に雪が降らない。房総半島や三浦半島の気候と近いと言われる。沼津市の平均気温は摂氏16.5度で三島市の平均気温摂氏15.3度と比較しても高い。これは富士山の裾野や箱根山に接する地域に比較して気温が穏やかな傾向だからである。そのため冬は 寒さが厳しい日があまりなく、夏は海洋の影響で涼しい海風が吹き、温暖に恵まれた地域である。なお、全国的に冷夏だった時期でも、比較的暖かく農産物に被害はほとんどなかった。沼津市の年間降水量は約2000ミリメートル程度で、駿河湾に面した他の地域と同等。降水量が多い時期は、 5月から9月までの数ヶ月間で12月から2月の降水量は非常に少ない。年平均日照時間数が県内でも多く、1年の54%が晴れの日である。沼津市の年間平均湿度は65%から70%程度である。降水との関係で6月から9月が高く、11月から3月までが低い。 特に極端な傾向はない。霜は11月末頃から降り始め、3月ぐらいに終わる。時折、4月に伴奏が発生し、農産物に被害を出すこともある。師匠は、カタカナのヌに千本松原の松葉を組み合わせ図案化したものである。1927年制定。現存する静岡県の市町村の師匠としては、最古のものである。 富士の州法、明日香山と千本松原の緑、洋々たる、駿河湾、狩野川の流れ。私たちは、この美しい自然と豊かな郷土を愛し、先人の努力を受け継ぎ、さらに優れた健康都市を築いて、これを時代に引き継ぐ責任と誇りを感じます。私たちは、お互いの幸せを願い、ここに市民憲章を定めた、力強く実践していきます。 私たち沼津市民は、沼津の名は、現存する中では1208年の東鏡が、書室である。当時は、狩野川河口が、竹の群生地であったため、竹原という名もあった。この名前は、居住苦住所として狩野川川口地域に現存する。名の由来は、富士山からの地下水のため、沼が多かったことに関係し、同市の浮島沼界隈は今日でも、 水田の広がる農業地帯だが、弥生時代、3世紀にはすでに、この沼地周辺で、原始的な稲作が行われるようになったほどの、水の豊富な地域である。ただ、同地域は、地盤が緩く、このため、東海道新幹線は、東海道本線よりも北側の足高山麓を、迂回する形となった。この地下水は季節によって、水量の変化はあるものの、 地下数メートルという浅いところに耐水層が存在する。現在は下水道などの発達により目に見えて冠水することはないが、かつては水はけがあまり良くないことから沼津駅西側の天根ガード、半地下式の駅の南北を結ぶ主要道路が1974年の七夕豪雨の際に水没したほか、1960年代頃までの東市内では地下道やくぼ地が しばしば冠水するなどの被害もあったという。なお、沼津の津は港に適した、なだらかな海岸線を指しており、現在の沼津港海隈を表している。このなだらかな海岸線と仮の川川口近辺の比較的水深のある海という地形は、漁港や交通のための港として利用された。こうして沼津は、人の集まるところとなり、沼津塾から寸東郡沼津町、 当時の軍役所所在地を経て、周辺地域との合併により現在の当市の姿になっていった。当市には静岡県東部総合庁舎が置かれるなど、静岡県は県東部の拠点都市として位置づけている。このため、全国市の支局、郵便事業の統括支店、東京電力の支店、静岡県の藤川伊島を統括も置かれている。 金融機関も駿河銀行と静岡中央銀行の2行が本店を設置している。沼津は、伊豆国と駿河国との境目の校舎、旧駿河国の側に位置するが、全社、つまり、旧伊豆国側に位置する三島市と市街地が連続している。また、裾野市、寸東郡清水町、長泉町とも市街地が連続し、都市圏を形成している。鉄道では、 東海道本線と古殿場線の分岐点であり、道路網では、東名高速道路沼津 IC が、伊豆半島への玄関口となるなど、交通の要衝となっている。しかし、青少外パスが、小田原箱根道路と直結するなど、競合する相模湾岸の道路の整備の結果、首都圏から投資を経由しない、伊豆半島へのアクセスが増えている。また、新幹線駅は上記に述べた通り、 緩い地盤を避けるために、東市内には設置されておらず、隣接する三島市と富士市に置かれている。百貨店や大規模な商店街などがあり、物流の上でも浮島沼あたりの国道1号沿いに、倉庫街があり、地域の商業を支えている。しかし、旧来の商店街は、個人経営の店が多いことや口述する、人口減少にも伴い活気が、往年ほどには見られず、 沼津駅の南に少し離れて位置するアーケード名店街と呼ばれるかつての高級商店の並ぶ通りにおいてはシャッター通りかといった現象も見られる。1876年8月21日の静岡県成立以降、静岡市や浜松市と並ぶ拠点都市として発展してきたが、近年は人口減少が続き、人口規模では富士市が上回るなど拠点性は 縮小傾向にある。現状を打開するために、周辺市町と政令指定都市構想を検討しているが、投資や周辺市町の財政が健全で合併の、必要性が薄いことなどから進展していない。古代駿河国発祥の地、近世には沼津藩の沼津城の城下町として、また、東海道の宿場町、港町として栄えた。世紀以前の周辺は、 駿河国、駿河の国と呼ばれており、領域は近世駿河国からロハラ国、現在の県王を除き、伊豆国を加えた範囲となる。沼津市は平野部の軟弱地域であり、地震時における地盤振動が激しく増幅しやすい。沿岸部は液状化による噴霞や地盤の軟弱化が起こりやすい。津波による施設の破壊、台風による 氾濫水水のの長期淡水の可能性がある沼津市、三島市の石油コンビナート反対運動は、公害予防運動の最初の成功例として、後の公害予防行政や、公害反対運動にも影響を与える。さらに、公害対策基本法を制定するきっかけにもなった。第一次石油コンビナート計画沼津、三島の石油コンビナート計画は、1961年、 昭和36年2月に静岡県が第6次静岡県総合開発計画で沼津、三島を含めた東鶴河湾地域を重化学工業の最重点地域と位置づけた。沼津市は火力発電所、江浦湾の巨大タンカー接岸施設の設置が予定されていた。当初は郊外問題が顕著ではなかったこともあり、漁業保障以外に特に意義はなかった。 1961年、昭和36年3月に、アラビア石油を中核に、昭和電工、住友化学、東京電力が計画に参加。前後して、漁民らによる反対運動が活発化したが、同年末に保障問題に、目処がついたことから鎮静化。計画では、沼津市の太平、特捜一体を、コンビナート候補として挙げていたが、地盤の問題で、 三島市梅名、神奈美町日田になってしまったことから、沼津市として水産資源が豊富な江浦湾を犠牲にしてまで、コンビナート計画をする理由を失ってしまった。その後、沼津市独自に牛伏せに誘致しようとしたが立ち消えとなる。昭和37年7月に昭和電工がコンビナート計画が離脱したことで、計画全体が事実上頓挫した。 第二次石油コンビナート計画第一次で頓挫した石油コンビナート計画だったが関係者は東駿河湾地域でのコンビナート計画の復活を模索していたその結果1962年昭和37年5月に発表された全国総合開発計画内に東駿河湾地域は含まれていなかったものの同年7月には閣議決定で 工業整備特別地域として指定されるに至った。静岡県は第一次の頓挫した原因が地域間の利害関係の対立であったことから沼津市、清水町、三島市の西一町合併を推進。三島市がこの動きを警戒して石油コンビナート計画復活への伏線を含んだ合併協議を建成した。ちょうどその頃から三島市が 全国初の環境衛生都市宣言をしたこと、全国各地で公害問題が顕著になり始めたことから、環境意識が高まり始めた。1963年、昭和38年12月の合併協議会の終了間際、静岡県が石油コンビナート計画の復活を電撃発表する。第二次石油コンビナート計画は、住友化学が中核に、 富士石油、東京電力が参加し、沼津市は、西浦の大久保の花に、巨大タンカー節岩施設、牛伏山付近に、火力発電所、三島のコンビナートまでのパイプラインが予定されていた。加えて、沼津市としても、1963年、昭和38年10月に、片浜明日家地区の工業団地計画を提案して、計画を推進する立場でもあった。 しかしながら、前日の通り、すでに公害問題が顕著になり始めていたことや、静岡県の電撃発表に、三島市が猛反発していた経緯もあり、最新の公害対策を施すとの静岡県の説明に対して、地域住民は不信感を強めるようになった。先の三島市での環境意識の高まりもあり、電撃発表の翌日には、三島市で住民による、 反対運動が起き始めた。沼津市としての反対運動は、牛伏山での火力発電所予定地の下かぬでの大気汚染に懸念する声が高まり反対運動が始まる。1964年昭和39年2月には、連合自治会会長が兼任する形で反対同盟が結成される。特に、ご用邸を要するほどの天下に誇るべき。 住環境を守る意識が強かったと言われる。1964年、昭和39年5月には、三島市の反対運動により、富士石油が計画離脱。沼津市の方も火力発電所計画が白紙。ところが、先の片浜明日香の工業団地計画に、住友科学、富士石油が石油コンビナートを設置するとの動きを見せ、片浜地区でも反対運動が、 活発化する。同年9月16日に沼津市は計画撤回を表明し、さらに市議会で反対決議が可決された。これにより第二次石油コンビナート問題は完全決着した。千本松原は沼津市中心部の南から狩野川、川口まで 10km 程度の海岸線にある白車青少の松原を指す。千本松原の由来は 戦国時代に武田と小田原北条との合戦で、浜の松が全部伐採されてしまったことから、農民は潮風被害に悩まされた。そこで、江戸時代に、増与町園が、お経を唱えながら、松の苗を植えていき、最終的に千本程度植えた。これを知った江戸幕府は、枝一本を折れば、腕一本と引き換えにすると厳命し、町園の松を保護した。この松が千本。 松原そのものであると言われている。千本松原の東誠付近に六代松の火がある。平家滅亡時に平六代が北条時政に捕らえれ、千本松原で処刑され、そうなった場所。結局その時、六代を助けた文閣が後に無本を起こしたことにより、連座で処刑されてしまう。その時の首を千本松原に葬った場所が六代城と呼ばれる。 1853年、江戸幕府に開国を求めて、日本に来航したロシア帝徳プチャーチンは、下田において、日露は新条約を締結。ところが、安政王自身に遭遇し、ディアナ号が損傷。結局、戸田沖に来た際に、損傷が原因で沈没して待った。そこで、彼らが帰国するために、戸田で、地元の船大工と乗組委員と協力して、 西洋式帆船を建造、君沢型一番船、ヘダ号を完成させて、彼らを無事帰国させる。このヘダ号の技術が、後に、日本の近代造船技術の発展に大きく寄与した。衆議院市内で以下の施設が稼働している。東市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、田形郡神奈美町、寸東郡清水町、長泉町、 小山町の五市四町で組織する東部広域都市づくり研究会が大規模合併による政令指定都市への移行を目指していたが意見がまとまらず2008年2月に解散した構想の経緯や解散後については静岡県東部政令指定都市構想を参照当市の産業はバランスが良く不況に強い構造となっている温暖な気候と変化に富んだ地形を生かして 多彩な農産物が生産されている。当市の農地は三つに大別することができる。水産業が盛んで、八重市を抜き静岡県下最大の規模を誇る。変化に富む長い海岸線を持ち複数の漁港を有するなど、かねてから当市では漁業が盛んに行われていたが、2005年に漁村であった田形郡戸田村を編入したため、静岡県内でも、 有数の漁獲港を誇る港町となった。また、沼津港周辺には水産加工業者が集積している。イワシサバを中心とする漁船漁業やマダイ、マアジ、ハマチ等の養殖、栽培漁業など沿岸漁業を主体とする多様な漁業が営まれている。特に、サバ類の漁獲量は静岡県全体のおよそ80%、マダイ、 浜まの海面養殖漁業に至ってはほぼ100%のシェアを占めている。また、戸田漁港は沿用漁業の基地になっているほか、戸田沖には駿河湾海溝があるため、高足ガニや青メソなど高根で取引される珍しい深海魚等の水産物が漁獲される。沼津市は干物の町と言ってもいいほど、とても干物の生産が盛んである。沼津港周辺では、 着物や雑誌を中心とした多様な水産化工業が形成されており、全国でも有数の水産加工品の産地としての沼津産ブランドを築いている。戦後間もなく大手電気機械メーカーが多数進出し、投資の産業の核になるとともに、地域の中小企業との調和の取れた集積により、投資の発展に少なくない影響を与えた。 首都圏の 100km 圏内であることや、沼津 IC や国道1号などの有利な条件のもとで順調な発展を遂げてきたが、近年では、藤倉沼津事業所の縮小、ジアトコ沼津工場の撤退や新規事業所進出の減少など停滞が見られる。静岡県の進めるファルマバレープロジェクトや、技能逸話国際大会の投資開催を契機にした、ものづくりの進行など、 地域の工業の活性化と投資の工業のさらなる発展が目指されている。当資は、証券人口100万人の沼津証券を要しており、静岡県東部地域の商業の中心地となっている。特に、沼津駅前には、商店街、百貨店やアミューズメント施設が集積しており、静岡県東部随一の繁華街となっている。しかしながら、長崎や丸井 沼津西部などの大型店の相次ぐ撤退、近年の郊外化の影響などにより、当市においても、中心市街地の空洞化が進行して、往年の活気がない状態が続いている。中心市街地の店舗は撤退、閉店が相次ぐ一方で、郊外店は増加するという悪循環に陥っている。この状況を打開するために、市は沼津駅の高架化を中心とする沼津駅、 周辺総合整備事業を掲げているが、駅の高架化に先駆けて完成した再開発ビルイーラでは、集客や周辺への波及効果などの点において、目的を完全には達成できていない。投資市内に営業拠点を置く、金融機関、証券会社等。なお、駿河銀行、静岡中央銀行は、沼津市を本店としている。なお、 静岡県立沼津商業高等学校という高校がある。この学校は昭和30年代まで東市内の所在であったが、高知等の関係で昭和40年代に隣の寸東郡清水町に移転し、現在は東市内には所在しない。市立市立、市立市立、東市は在海の保養地としても発展したために、鉄道や道路などの交通網の整備が、 明治の早い段階から推し進められてきた。東海道本線は当初、箱根を貫通するトンネルの改作技術がなかったことから、北の御殿場を通る現在の御殿場線ルートを採用したが、これに伴い25パーミル、1000分の25の急勾配が発生した。そのため、沼津には勾配を超えるための補助機関車を解決するための機関区が置かれ、 結果として同線における重要な駅と位置づけられることになった。1934年、丹那トンネルの開通により、東海道本線のルートが現行のものになった後も、1949年までは同線の電化区間が東京から沼津までであったため、ここで電気機関車と蒸気機関車との付け替えを行った。市内に空港はないが、 以下の二つが主に使用される。東海道本線は沼津東京東北本線方面間に直通乗り入れが複数ある。また、特急、朝霧も御殿場線と小田急線を経由し、沼津と新宿駅を結んでいた。東海道新幹線を利用する場合は、沼津から三島まで東海道本線で一駅連絡することになる。なお、市内を通る鉄道は全て 東海旅客鉄道 JR 東海管轄である。中心駅、沼津駅、新東名は沼津市を通ってはいるが、市内にインターチェンジやジャンクションはない。長泉沼津 IC は沼津市でなく長泉町に位置する。政治経済文学、芸術学術スポーツ芸能マスメディア架空の人物。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。